あなたは感動していますか？感動は私たち人間特有の喜びであり、特権でもあります。神戸大学には革新へ向けての強い風が吹いています。それは英知の風です。学問に感動するということは、人間の英知に感動することに他なりません。神戸大学は風です。風となって走り続けています。英知を社会に還元する、いわばトップランナーであり続けるために。今私たちの世界はグローバル化が進んでいます。神戸は古くから海外との交流拠点として着実にステップアップしてきました。そうした伝統的な国際性を背景に、神戸大学には1000人を超える外国人留学生が在学しています。一方、創設以来兵庫県下の教育施設を統合し、今日では世界屈指の総合大学として知られています。神戸大学のキャンパスは本部のある六甲台をはじめ、深江、クスノキ、明谷の4地域から構成されています。それらのキャンパスは伝統と革新が調和しています。しかも海あり山ありの豊かな自然環境と相まって、学び屋としての理想的な景観を醸し出しています。神戸大学は大きな可能性に向かっています。その一つが研究の輪、研究館であり、社会に向けてのイノベーションを起こすことです。いくつかの専門領域が共同し、未知の研究に取り組んでいます。自然科学系先端融合研究館からその一例をご紹介しましょう。バイオリファイナリーです。それは化石燃料に代わる資源やエネルギーの開発であり、バイオマス、つまり植物などに蓄積された太陽のエネルギーそのものの利用なのです。植物を作るのは農業ですよね。それからそれを使っていろんなプラスチックを生み出したりするのは工業です。ですから農業と工業を結びつけていこう。でさらにですね、それをやって根本的な生命現象の解明には理学も必要です。まあ、ということは脳、理、工と、まあ、自然科学系と呼ばれているところの学科、学理が全て必要になってきます。昔に比べまして、そのこういう学部間の壁っていうのがとても今低くなりました。非常にこれはいいことです。で連携っていうのは本当に密に行われるようになってきました。それによってですね、どんどん今新しい考え方、新しい成果っていうのが出てきています。ですから本当に今いい時代、皆さんそういう意味でいい時代にまさに大学に入ろうとしていると言えるかと思います。一方、社会科学系で先導的な役割を果たすのが経済経営研究所です。まあ、いわばイノベーターですね。イノベーションを起こせるような人材育成っていうのが我々に課せられたこれから の義務じゃないかなというふうに思ってます。イノベーションというのはそれをどのように売るかとか、それからどのようなサービスと一緒に物を売っていくか、こういうことによって価値がついていく、そういうものだというふうに思ってまして、で例えばスティーブ・ジョブズという、アップルコンピューターの創業者の方がいらっしゃったんですが、この方は技術屋さんでも何でもないです。あえて専門は何かというと、彼の専門は字ですよね。字体を、本当というものが彼の専門なんですけれども、その本当という技術をもとにですね、非常にその優れたものを、コンセプトですね、コンセプトメーカーなんですよね。でこれがイノベーションというものなんです。でこれを考えるというのに理学系も文学系もない、こういうことが考えれる、それからそういったことによってやっぱり社会に貢献できる、
こういう人材がですね、来ていただいて一緒に研究させていただいたら非常にいいなというふうに思ってます。経済経営研究所では知名度や収益の高い海外企業を実地見分し、映像教材を制作しています。これを用い産学連携による研究を深めています。日本企業へ向けて競争力強化を図るのが狙いです。イノベーション、それは神戸大学による独創的な英知の風なのです。神戸大学は総合大学です。知的好奇心とともにフィールドはどこまでも広がります。神戸からの風を感じてください。あなたは必ず心を強く動かされることでしょう。それが感動なのです。